こんばんは、久保塚です。よろしくお願いします。まあ、服は変わってるけど前回の動画と同じ日です。はい、ね、何を伝えたいかってことよ。買っちゃったんだね。また買っちゃった。そう、買っちゃったの。いやね、動画撮ってちょっと外出かける用事があったんで出て、帰りにねブックオフ寄ったのよ。そしたら売ってたの、これ。わかる？これあんまりラベル見えたら色々バレちゃ嫌だから、これわかる？ Wii ね、俺持ってないの、買っちゃった中古で。で、なんでたかだかおめえ Wii なんか買ってよ動画にしてんだよバカ誰かと思うでしょ。俺も思うよ、そんな動画見たらぶった切ってるよ。なぜかっていうと、これね、いくらだったと思う？これ900円。これちょっと見えるかな、で見えるかな、これ900円。はい900円やったんで買っちゃった。そう、俺ね、キューブを持ってないから、キューブのゲームしたい時にどうしようかなと思ったんだけど、 Wii ってキューブできるよね。で、これなんでこんな安いかって言うと、まず箱説明書ついてないでしょ。で、センサーバースタンドってのがないらしい。センサーバーを置くスタンドがあるんだけど、それがないらしい。で、リモコンジャケットもない。なんかリモコンに被せるこのジャケットはないんだって。で、リモコンごときにジャケットなんかいらねえよなっていうことで、こんなんはどうでもいい。あと、傷と汚れがめちゃめちゃ多いんだって。だからちょっと起動すんのかなと思って。ちょっと起動テストもね、兼ねて、やってやろうと思って。で、センサーバーは入ってんだよね、おそらく。これ見ると、いや聞いたんだよ。センサーバーは入ってんですよねって。センサーバースタンドがねえんだよなっつって、ちゃんと聞いたから、まあ、多分いけっしょ。ちょっと見ていこう。おー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 おおお。うわ、これすごいわ。え、こんなに傷いくのって、髪型キモ。てか、さっきの動画の髪型すげえキモかったな。寝癖で撮ってたんだけど、ちゃんと今回もセットしたらよかった。すごい傷いってるよ。俺、こんなキモいんだけど、この前髪。すっげえ傷いってるよ。え、こんなに傷っていくんだ。人類にこんなに傷いくんだっていうぐらい。見える？うわ、光。うわ、ダサい電球が映ってんな。3つのうちの1個しかねえっていうね。電球がバレちゃった、これ。これやばくない？この傷見える？これ。すごいよ。任天堂のロゴよりも深い傷がいってる。すごい。おぉ、なんか開いた。何これ？え？あ、メモリーカードか。これ何？あ、これコントローラー刺すんだ。いや、俺知らないんだよな。てか、これさ、AV マルチタップしかないけどさ、ここ。これ HDMI っていけるんだよね。いけないの？あんまそこも分かってない。Wii はいけないのか？はい、で、あ、入って入って。センサーは入ってるわ。待てよ。よーし。よこしょ。あ、じゃ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 。よいしょ。まずは、AV ケーブル。これはね、傷ないわ。なんで Wii だけあんな傷いってんの？これ別で入れたのかな？もしかしたら。別で入れたのかもな。店員が。かもしれない。で、センサーバー。センサーバーも、なんか普通だ。なんでこの、ちょっと待って。帽子かぶるわ。ちょっとキモすぎる。かぶってもキモいな。かぶってもキモいな、これ。よいしょ。OK。帽子かぶるわ。で、これが綺麗で、何見たっけ今。センサーバーでしょ。センサーバーもね、ちゃんとしてるよ。多分。何がちゃんとしてるか知らん。リモコン。パソコンがうるさいのごめんね。ううううっていうの。リモコンもね、こうちゃんと。ああ、これも、ね、まあまあ綺麗だな。なんでこれだけこんな汚いの？この本体。で、3色。まあ、普通。で、あ、これあれだ。ヌンチャク。
うんちゃん、ブルースリーできるよ、これ。ジークンド。ジークンドいいよ。あ、これはエッチだね、これ。え、これエッチじゃない？こうやって。よくやるじゃん、こう乳首にこうつけて。超エッチじゃない？なんか。キモ。はい。で、ちょっとつくのか、ちゃんとつくのかね、ここまでいいのよ。ちゃんとつくのかを俺は見なきゃいけないから、今から、俺はつける。ちょっと待っててね。オーケー、ちょっと、ちょっとこれで耐えてくれ。今から、つけるから。とりあえずね、センサーバーの場所がないから、この発泡スチロールに置く。さあ、映る？どう？お、光ってる。なんか、え？え、なにこれ？カメラではセンサーバー光ってるけど、俺の目には映らない。うわ、映った！え、すげえ、これ赤外線ってやつ？肉眼じゃセンサーは光ってないよ。カメラで光ってるよな。え？ A ボタンを押してください。はい。センサーバーの位置、テレビの上、テレビの下。え、テレビの前ですけど、これ下でいいのかな？あ、上もいけるんだ。上につけよう。うん、ごめん、ゲップ出た。ウィルキンソン飲んだらゲップ出た。なに？ああ、これ決定か。ちょっと日付はいいや。今日は2010年ということにしてくれ。ピントがピクピクしてる。時間はね、0000でいいかい？ 4316、16キロでいくわ。テレビ側の画面サイズ絶対フルにしてくれ。はい。やべえ、900円でフィーってできるんだ。肉、わぁ、すげえおかしい、肉。ちょっと待って。む、オッケー。よいしょ。自家撮りでやってるやついる？今の時代。面白い。よし、さぬきって言います。これ変えられるよね。ペアレンタルコントロールを利用しますか？保護者による使用制限機能。あ、いや、ごめんなさい。保護者いないんですよ。悲しい事実。悲しい事実です。画面焼け軽減機能を使用できます。はい。やべえ、できちゃった。か、ソフトないんだよね。お、こんな感じなんだ。え、ニュース見れんの？ミー似顔絵チャンネル。うわ、すっげえ、ビンビン。かんと。これ、プラマイでいけんのか？あ、これでいけんだ。天気とか映しちゃダメなんだよね、これ確か。ちょ、ニュース見るか。定期的にニュースチャンネルに入る必要があります。何それ？定期的に入らなくても教えてくれよ、世の中。インターネットの接続、くせえな。はい。ということでね、無事でした。900円で V ってできるんだね。で、もう一つの発見は、センサーバーは発泡スチロールの上に置いても成立しますということで。見えてるかな、みんな。じゃあね、ちょっと、疲れたし、寝るわ。バイバイ。